最初うおっと思ったけど、だって書いてたもん尊敬する人に。あ、本当に俺がフットサル始めた頃とかに一番結果残してた人だから。うん、え、なんでいるんですかみたいな、まさかの加入ですね。 FC 中井にキング現る。これはフットサル界に嵐を巻き起こす夢と希望にあふれた若者たちの果てしない挑戦の物語だ。目指せ F の頂き。第31話、新たな挑戦。東京都の一次予選、東京都大会予選を勝ち抜いた FC 中井は、2週間後に控える二次予選東京都決勝大会へ向け準備を進めていた。前が相手が来ないんだったらもう高いって言って、前に出るときはもう出ていいから、そのときは声かけて前、ちょっとここのもらったときにフリーだったら前向く意識をちょっとつけないと。そこへ新たな仲間が加わる。はい、よし、よし、じゃあ全員揃ったってことで、やっていきたいと思います。来週東京都大会本戦が始まります。で、その前に今日からまた新メンバーが入るんで自己紹介お願いします。はい、府中アスレチックから来ました森岡香織です。よろしくお願いします。森岡香織、言わずと知れた日本フットサル界の金。F リーグ発足初年度から最優秀選手に輝くなど、これまでに獲得してきたタイトルは数知れず、個人としてもチームとしても常に結果を残してきた。前線で体を張ってもう自分でゴリゴリ点を取りに行く選手。得点能力すごい高いし、シュートとかもすごい上手いし、足パンで当たった瞬間のこの跳ね返り方が他の選手と違うというか、一個早いですね、やっぱり。まあ、どう蹴ってるのかちょっとよく分かんないですけど、大体の選手は見えるんですよ、その当たってあどのぐらいスピード来るなとか、まあ、コースどの辺だなと思って分かるんですけど、意外かもしれないけどパスもめちゃくちゃ上手いから、ピボで起点になってパスもできるっていうところが、今までは、まあ、ユータは上手いけど、どっちかというとこう流れの中でというか、すぐにリターンしてでまた起点作ってですぐ返してっていうところだったけど、もっとこうどっしり構えて食いつかせてからのパスっていうのができるから、すごくバリエーションがね、また増えてくるから、そこはチームとして、めちゃくちゃ力になる。ボール回しの時とかも見なきゃいけないところを見えてるし、ハイライトで使われるような部分だけじゃなくて、対人とかだけじゃなくて細かい駆け引きのところもカオルさんから見て学ぶっていうのは多分みんな多いかなとは思います。だからまたこれで紅白戦のレベルとかも上がっていくかなとは思います。多分なんだけどめちゃくちゃ素直なんだ今、まあ、吉中にも若い人がいたりいろんな選手見てきたけど、まあ、若くても素直じゃなくて吸収できない人っていっぱいいて、素直だけど自分でこう形にできないというか、表現できなくて上手くならない人もいるけど、カオルさんは、もう信頼している人に対してだったらもう、なんだろう、素直に、もう多分めちゃくちゃ吸収すると、吸収力が本当すごいと思うっていう印象。
だからあの結果出せたんだなってあの関われば関わるほど思うから、うん、やっぱ体現できるのもすごいし、やってみようっていう、もうシンプルにやってみるっていうのができる人だから、やっぱりそこってもう何事も見習うべきだと思う。その日本フットサル界の至宝が FC 中井に入団した。加入のきっかけは近況報告の電話だった。まあ、カオルさんから電話来て、で俺もカオルさんに連絡しようと思ってて、うん、そのカオルさんに来てほしいから可能性あるかなと思って、健介からどうですかっていう誘いがあって、うん、スペインにいる時に誘われたんですけど、まあ、僕は FC なんか始めましたみたいな形で、まあ将来どうしていくのとかも話したし、お互いの今どうなのみたいなのも話して、中井と連絡を取った時スペインにいた森岡はワールドカップへ向け日本代表復帰への挑戦の最中だった。それでも森岡は中井の力になりたいとブルノを紹介。ブルノは今やFC 中井には欠かせないメンバーとなった。まあ、今ちょっと選手探しててっていうのも話してたら、ブルノどうみたいな感じで言ってくれて、で正直ブルノのことは知ってたけど、今何してるか全然知らないし、プレーしてるかすらも分かんなかったし、どこいるかも分かんなくて、でもまあ、あのカールさんの言ってくれてることなんで、あいい選手なんだろうなって思って、まあ、実際みんな FC 中に入ってチームを引っ張ってくれて、るってことところで、めちゃくちゃねあの時の電話一本でねチームが本当変わったから、うん、まあそこからだよね。3年の月日を同じチームで過ごし、プライベートでも連絡を取り合う中井と森岡、互いの挑戦を応援し合いながらも、中井は再び森岡と共に戦う日を夢見てアプローチを続けた。カオルさんもその、ね、5月ぐらいには気になってたんだと思うし、まあ、前回のところから気には、かけてくれたと思うから、カオルさんと話す中で、やっぱりもっと刺激が欲しいし、熱いところが、ね、目指してやりたいし、その場所は AC 中井っていうのを僕も伝えたし、カオルさんもそこを、まあ、思ってくれたんだと思うんだけど。遡ること2020年1月、森岡はスペインリーグ一部のパルロフェロールへと移籍した。まずワールドカップに出るためにその最高峰リーグと言われてるスペインで行ったわけよ。でまあそこでやることやればおのずと代表にも入れるんじゃないかって。しかしコロナ禍の影響でリーグは渡航2ヶ月で中断。契約を延長し臨んだ次のシーズンはリーグの中断こそなかったものの、またしてもコロナ禍の影響をもろに受けることとなってしまう。チームの関係者に陽性反応や濃厚接触者が出るたびにトレーニングは中止となり、試合は延期となった。さらに景気の悪化に伴いチームの財政も悪化、過酷な状況は続いた。今回はそのまあ俺コロナのせいにしたくないんだけど、まあ、結局それで隔離の繰り返しで練習もできずに体調も上がってこなくて、上がってくると思ったらまた隔離してっていうのがすごい、もうそれの繰り返しで、で自分自身も怪我がすごくぶり返すようになって、それでなかなかコンディション上がらないままワールドカップの時期に入ってしまって。2021年6月、
スペインでのシーズンの終わりとともに、F リーグのチーム、立川府中アスレティック FC へ移籍するも、森岡の代表復帰はかなわず。ワールドカップへの挑戦は、終わりを告げたのであった。まあそこでね、どうしようってね、一瞬悩んだけどね、ただやっぱ自分にとってワールドカップはやっぱ全てだったから、一回出場したとはいえもう一回ね、あそこの舞台に立ちたいなっていう気持ちは強かったから、あのこの年になってもスペインチャレンジしたと思うし、まあでも結局まあワールドカップにも行けなかったし、スペインもうまく2年目はね行かなかったけど、何も後悔はしてないよね、そこら辺は。やっぱちゃんとやることはやったと思ってるから。次の挑戦は所属していた府中での優勝、そのはずだった。自分も F リーグも何年もやってきて、一通りは経験してきたから、負けることも優勝することも全てにおいてやっぱ経験してるから、また同じことの繰り返しなのかなって、前と同じ気持ちになれなかったんですよね。やっぱ昔は毎朝起きて練習して、週末は楽しみだっていうのがずっと続いてたんですけど、なんか今回に限ってはなんかその毎回練習して、また試合して、また練習して、また試合してっていう、まあ多分個人的なことだと思うんですけど、ドキドキ感が自分に感じれなかったっていうか。ありとあらゆる経験をしてきた森岡にとって、 F リーグでの戦いは同じことの繰り返しに思えてしまったのだ。そして森岡の心は死んでいった。しかし中井と話す中で、陰ながら見守ってきたチームに自らが選手として参加することに心が動き始めた。トップリーグでやることをやめてこういう活動を始めたことを、最初正直ちょっとどうなのかなって、やっぱいろいろ思いましたし、うまくいくのかななんて思って見てたけど、でもやっぱ一生懸命やってるし、それがすごくこう生きがいだみたいな感じでやってるのを見て、ちょっと本気で考えるようになったんですよね。まあ、中には F リーグでね戦ってる選手いますけど、やっぱそうじゃない選手も半分以上いて、こういう子たちと一緒に戦うっていう新鮮さもすごく感じたし、なんかみんなって多分全国っていう経験はないから、それを一緒に経験したらみんなもすげえ楽しいんだろうなっていう、なんか自分のこともそうですけど、周りの若い選手、あんまりこうフットサルの経験ない選手がそういう舞台に立てるっていうところに、僕が少しでも手助けできたらなっていう気持ちもあるし、負けたら終わりなんですよって言うんで、まあ、それも面白いチャレンジだなと思って。このチームで F の頂を取る、奇跡に近いこの挑戦に人生を捧げ、今までで一番生き生きとした中井の姿を見て、森岡の心は踊った。ドキドキ感というか、そういう緊張感がまた楽しめることがすごく新鮮にまた思えたので、次の挑戦は頂を取るっていう。俺恵まれてると思うよ、結構いい仲間に巡り合ったと思うしさ、やっぱそこをねまた挑戦できる場ができたから
ワールドカップのことをねリセットすることもできるしさ、うん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 、前結構ね引きずって、うん、もういやこのままダメだダメだこのままじゃダメだって思ってたけど、もう今は次だ次だって、やっぱ年齢かな、年齢重なってきたからさ、時間って本当に待ってくれないよね、うん、時間だけはもう何があっても自分ではコントロールできないから、だから一つ一つの練習だったり試合だったりもう最後のつもりでやっていきたいね、うん、思い返せば森岡の人生は挑戦の連続だった。挑戦っていう言葉俺結構好きでさ、自分自体がやっぱそういう挑戦しながら生きてきた人だなって思ってて、21からフットサル始める、今までフットサルやったことないのにそれも一つの挑戦だったし、名古屋に行ってプロになるっていうことも正直もう自信全くなくて、で当時外国人枠だったから、そんな外国人なんかもブラジルやスペインからすごいの連れてくれば自分が一番早く外されるんだろうなっていうのを覚悟を持った上で引っ越して名古屋に行ったしね、まあなんとか生きに残ったりはできたけど、ね、また40歳でスペイン行って挑戦するとか、まあ、やっぱそういうのがあるから、まあ、毎日が楽しいんだなっていう、うん、いつもなんか厳しい方に行くよね、険しい方というかもっと先を見てるというか、いつも向上心というか、だから俺もそれを刺激もらったし、ずっとね、F リーグのトップでやってきて得点王も取って MVP も取って、ね、やってる中で、まあ、町田に来て、まあそれはパルさんにとってはマイナスだったのかもしれないけど、でもそこからまた這い上がって退団した名古屋を勝ってプレーオフも、ね、上に行けたし、で今回もその FC 長居というチームに入って本当に奇跡に近いって言われてることを挑戦したいなって思ったよね。でもいいじゃん、なんか人ってただだらだら生きてるよりも何かに挑戦しながら生きた方がさ楽しいじゃん。それがさ年取っておじいちゃんになった時に、いやあの時あれを挑戦すればよかったね、もっとやればよかったねって後悔するよりさ、それはね、うまくいく前提では絶対ないと思うからさ、うまくいくか分かんないから面白いし、でうまくいかなければでもやったから良かったし、そこでまたいろいろ覚えることがいっぱいできた、成長したとかさ、成功すれば最高の思い出になるし、まだボール蹴れるうちは挑戦したいな。しかしシーズン途中での府中退団に FC 中井への加入、自身の頂への挑戦には責任が伴うという。取りますというか絶対に取らなきゃって思ってる。やっぱそういう責任はやっぱ僕はここのチーム入った以上は感じてますし、でも今は次の試合を絶対に勝つっていう頭しかないです、うん、だってね、一番最後の目標ばっか思ったところで手前の石ころに転んでね、落ちたら意味ないですよ、ね、だからやっぱそういう目の前にあるこう低い壁でも高い壁でも乗り越えていかない限りやっぱ目標は見えないと思うから、全日本選手権の決勝は今意識してないです、うん、今意識してるのはその11月6日の試合、うんうん、新しいチームでうまくやれるかうまく貢献できるか、みんなが遠慮せずにやってくれればいいなとか、やっぱそういうことを思いますよ。 FC 中井にとって森岡の加入は強力な補強だ。しかし
だからといって安泰とは言えない。それで勝てるほどフットサルは甘くないのだ。勝ち上がっていくと同時に精度を高めていく。やっぱ行けば行くほど強いチームにぶつかっていくだろうし、気持ちだけじゃ多分結果はついてこないと思うんで、まあ、そういうのもね含めて、まあ、時間ない中でみんなとねできるだけ早く合わせていけたらなと思いますし、自分が前で張るポジションっていうのは十分分かってくれてるんですけど、やっぱまだ合わない部分だったり、まあこのボールだったら収めてくれるだろうなっていうボールもやっぱなかなかね収めることっていうのはそんな簡単じゃないんで、まあディフェンスに関してもどっちかというと僕が声出していくよりも言われた方がディフェンスははまりやすいんじゃないかなと思うけど、まだねそこが、まあ、遠慮っていうかもう分かんないですけど、なかなか声出すことがやっぱまだ少ないので、そういう意味でもちょっとずつうまくやっていければなと思います。遠慮しちゃいますか。ね、僕も、見た目で損するタイプっていうのは十分分かってるんですけどただね本当にピッチに入ったらもうみんなが、まあ、平等だというか、結局遠慮し合ってたらね取り返しのつかないことになっていくだろうし、やっぱそこはそれじゃいけないっていうところはもうみんな分かってる中でも、やっぱまだまだそういうのが目立って、そういう遠慮がちなところは目立ってるのかなと思いますけど、まあでも徐々に僕もねできるだけ協力してみんなと、まあ、コミュニケーション取ったり、みんながやりやすいようにって言ったらあれですけど接しやすいようにしたいなと思いますけど、ね、互いに歩み寄り一つのチームになることが勝利には必要不可欠なのだ。はい、です。まあカオルさんが入ってきて、カオルさんすごく引力強いから、多分バランスがめちゃくちゃ崩れるチームので、町田の時もそうだったし、今もそうだけど、逆にそれが、まず崩れてから良くなった時にめちゃくちゃパワー発揮するから、それがチームとしてのめちゃくちゃいいパワーになると思うんで、そこはみんな受け入れてやっていく。俺はいつも言ってるけどバランスをめちゃくちゃ大事にしてるから、そこはみんなで修正していってください、はい、自分のキャラだったりとか、その、まあ、今までやってきたこうフットサルでの、まあ、活躍とか、ね、まあ、中には見てる人もいるだろうし、ね、オーシャンでやって町田でやって化粧まで行ってとかっていろいろあると思うんですけどね、ただ今までのことでやっぱもう終わったことだから、今ここのチームに入ったってことは、でしかも一番新人だしね、それがフットサル経験が多かった長かったとしてもこのチームでは新人だし、でも僕がその新人だからといって遠慮を絶対しないし、言わなきゃいけないべきところは絶対言うし、ね、だからといってみんながこう僕にこう遠慮して言わないっていうのもやっぱ避けてほしい、ね、せっかく今まで引っ張ってきたメンバーが新しいメンバー入った影響で出れなくなった、じゃあ面白くないと思うし、俺も面白くないし自分も面白くないし、ね、別に僕は誰かの居場所を取るために来たわけじゃないし、ね、できるだけ自分もこのチームに馴染むようにしたいと思うし、できるだけ貢献したいと思っているから、決して誰かのポジションを取るとか俺が絶対にみんなより出るとかそういうつもりも全くなくて、試合やってみて出ない方がチームのためになるなら出ないし、ね、5分しか出ない、それがチームのためになるなら5分でいいし、試合勝ってもやっぱ中では、ね、出れない選手もいるし、うまくいかない選手もいる、そういうのを見るとやっぱ勝ったとしてもすっきりしないものだからさ、ただ勝ってはいいっていう問題じゃないし、やっぱみんなねせっかくこういう仲間が集まって、ね、いろんなことを犠牲にしていろんな意見あった上でこのチームができてると思うから、自分たちでしっかり手をつなぎ合って全てのものをプラスにしていかない限り、やっぱ上目指すのは本当難しいと思うから、それと、まあ、これも自分に言い聞かすことだけど、妄想でもいいし勘違いでもいいと思うんで、全国まで行くんだっていう気持ちを少しでも、ないかもな、厳しいかもなと思ったらもうないから、
それは絶対に避けて、本当に自分のプレーだけに集中して、あとはみんなで助け合うだけだから、ピッチの中では、みんなそう思ってるはずだから、特にじゃあフリーグでやってきた選手、海外でやってきた選手もいるかも分かんないけど、ね、日本代表でやってきた選手もいるかも分かんないけど、ここ入ったらこのチームの一員として今まで の結果っていうのは全く関係ないと思うので、そこを気にせずに、ね、全然やってほしいと思います。以上です。原さん、引力強いって引き出してくれるから、自分のいいプレー、今までなかったプレーができるようになるっていう、本当それが増えただけなんで、そこをもっと楽しんでほしいな。まあ、選手権の決勝戦、俺らピッチ立ってゴール決めます、その時にみんなで喜びたいよ。俺は別に俺町田の時に薫さんの次に点取ってたけど、全然嬉しくなかった。点取っても嬉しくない、楽しくなかった。でも他のメンバーは楽しんでたんだよ、それをね。あ、これがチームだなって思ったわけ、その時にね、で2位だったんだけど、でもそれが多分俺が入り込んでたら多分もっと強くなるかなって思うし、このチームは最初から言ってるけど、全員がそういうところを目指すっていうところがあるんで、まあ軽さも言ってたけど、軽さが出た、で出れなくなったとしても、逆だったとしても、怪我するか怪我して出たとしても、全員が、あ、このチームで良かったなって思えるチームを最終的には決勝戦の舞台で、作りたいと思うんで、そこは皆さん責任持って責任を託します。以上です。東京都決勝大会から宮崎も選手として試合に参戦する。ただ新たな戦力が加わったとはいえ、負けたら終わり。新しく入った選手たちのためにも、 FC 中井はここで負けるわけにはいかないのだ。決戦の日まで残された時間はわずか。戦力の融合は間に合うのか。チームとして一つになれるのか。FC 中井の挑戦は続く。東京都決勝大会準々決勝。対戦相手はフーガドール隅田バッファローズ。新たな仲間を加えた FC 中井よ、チーム全員で勝利をつかめ。寂しさとか